妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ソ連のティア8次装甲。量産化はされなかったけど試作車がモスクワ戦を生き残った子、SU-1423 だね。うむ。マップはウエストフィールド、マッチングはティア8オンリーマッチだね。それじゃあ初動は、北の重戦車戦場を狙っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、早速 T-323 の登場だね。今の被弾、あの辺りでストップするかな？ダンチャーアーク。今。って、あわお。そのままさらに前進するのね。どんまいだよお姉ちゃん。でも、スタンが 53TP3 に入って、アシストがちょっと美味しいね。うむ。ただ今日の私たちがやりたいことは、デイリーミッションの7両ダメージだから、できればいろんな小日町までもいいから、よだめを出したいんだよね。あわお。でもデイリーミッションティアさんの、1戦で7両にダメージは、なかなか難しいもんね。重大な損傷7回と並んで、ティアさんトップクラスの難易度だよね。ダンチャーアーク。今。よし、これで1両目のよだめだね。いいね、お姉ちゃん。そしたらリロード中は暇なのでサクッと倍速モードにさせてもらっちゃうね。了解だよお姉ちゃん。ふーむ。これは AS33 狙いが良さげかな？ダンチャーアーク。今、くぅ、あとちょっとで ISM3 も巻き込めたのに。どんまいだよお姉ちゃん。でも、次は ISM3 を狙っちゃうね。うむ。頼んだぞ妹よ。ダンチャーアーク。今、よしよし、今度はバッチリヒットだね。そしてこれで3両目、重戦車戦場にはもう撃った子しかいないけど。と思ってたら、新たにイタリア駆逐さんの登場だね。それなら次はイタリア駆逐さんを狙っちゃうね。うむ。もう一度イタリア駆逐さん見えてくれないかな？よし、左からの回り込みだね。タイミングを見て撃っちゃうね。ダンチャーアーク。今、ナイスショット大妹よ。でも、53TP3 がピンチだねお姉ちゃん。うむ。とはいえ私たちには見てることしかできないんだよね。よし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 、ナイス撃破だ味方さんだね。あう、背後から GSOR さんが。むう。今の挟み撃ちは敵ながら見事だったね。あわう。時弾は健在だったら ISM3 に、と思ってたら落ちちゃったし、ちょうどまだ撃ってない GSOR さんがいるから、GSOR さんに撃っちゃおうか。ダンチャーアーク。今、ナイスショット大妹よ。スタンアシストも入ってきて、うまうまだね。む、中央の街にイタリア駆逐さんだね。フランス重戦車さんが狙われちゃってるし、次はこの子を狙っちゃうね。うむ。砲塔があるとはいえ、左右45度までの限定旋回だし、離隊でも切れれば撃破は容易になるからね。と思ったけど、これはリロード前に落ちちゃいそうだね。そうだねお姉ちゃん。ヤクパン2さんが見えてるから、そちらに狙いを変更しちゃうね。うむ。頼んだぞ妹よ。ダンチャーアーク。今、む。爆発が見えたから直撃はしなかったと思うけど、爆風でダメージは入ってたかな？ヤクパン2さんは更新も早いから、ちょっと不安だねお姉ちゃん。だね。現在ダメージを与えた相手は5両。もう2両にダメージ与えないとだから、ここはヤクパン2、3には当たってないと思って、もう一度狙うとしようか。了解だよお姉ちゃん。もうちょっとでスコじいちゃんが登ってきてくれると思うから、それまで待機だね。了解だよお姉ちゃん。見えたらすぐにビシッと撃っちゃうね。よし、見えたね。ダンチャーアーク。今。よしよし。これはクリーンヒットだね。でもこれで6両だから、あと1両なんとか当てないとだね。うむ。すでに敵の数は3両、そのうち1両は発見されたら即撃破されそうな自走さんだから、これはスウェーデン駆逐さんに最後の一撃をかけるしかないね。了解だよお姉ちゃん。味方さんのピコピコはこっちみたいだね。と、味方さん、なかなか正確なピコピコだったね。いいね、お姉ちゃん。ダンチャーアーク。今、よし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 、
これで7両達成。しかもスタンアシストがいっぱい入って、すごくいい感じだね。本当だねお姉ちゃん。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2238、キル数0、アシスト3337、棒ダメ0。スコアは1117でチーム内トップ、初 M バッジに共謀者をゲットだね。今日のバトル、デイリーミッションの消化のためにやり始めたけど、終わってみれば初 M バッジも取れちゃったし、これはすごくいい感じだね。本当だねお姉ちゃん。それにこのバトルで、ついにあれも取れちゃったもんね。うむ。取りたかったけどなかなか取れずにいた。D55A3 のパーソナルミッション SPG15、ウォーゴッツ、ついにクリアだね。このミッションのクリアは、本当に長かったよね。だね。何が辛いって、自走さんのスコア周りの弱体化が激しくて、アシスト2100は達成できても、全点スコアトップが取れなかったことだよね。だねお姉ちゃん。でもこれでようやく263に進めるね。うむ。収支は、禁断のない SPG さんだから、勝てば余裕の黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。